千葉県木更津市にある證誠寺、日本三大狸伝説の一つ證誠寺の狸伝説が伝わる寺院で、この伝説をもとに童謡證誠寺の狸囃子が作曲された。木更津の駅周辺にも狸の置物が散見でき、駅前に設置されたオブジェ絹太くんも証誠寺の狸にまつわるものだ。恥ずかしながら証誠寺の狸の話はよく知らなかった。なんとなくのイメージで小太りじいさんのような話だと思っていた。もしかすると同じような人が他にもたくさんいるかもしれないので、ここでおさらいも兼ねてこちらを。昔昔、証誠寺というお寺でのお話。秋の月夜のこと、寺の庭で騒いでいる声がするので、和尚が目を覚ますと、庭で大狸が腹をたたいてポンポコポン。仲間の狸が楽しそうに踊っていた。様子を見ていた和尚もあんまり楽しそうなものだから、ついつい踊りに出てしまった。ポンポコポンで和尚が踊り、ポンポコポンと大狸も腹鼓。和尚と狸のお囃子合戦は一晩中続いた。夜が明け、和尚が庭の様子を見に行くと、調子をとっていた大狸が腹鼓のせいで腹を破り死んでしまっていた。不憫に思った和尚は大狸を年頃に弔ってやったそうな。証誠寺の狸伝説、面白くもかわいそうな話だ。境内には狸囃子童謡記念碑や狸塚などがあり、毎年秋には狸の供養として狸祭りが行われている。